吉野さん、やっぱカードのね、動画って強いですよね。しかも大した内容じゃなくても、きちんと見てくださる方がすごく多いということで、いや、カードについてお話しするのいいんじゃないですかね。これクレジットカードありますよね。私がね、話すとしたら、前も話しましたけども、昭和の時代はお金を銀行に入れて、で金利をもらう時代だったんですよね。その時代が過ぎて、カードを使うとポイントがもらえる時代、まあこれもだから疑似通貨ですよね。ちょっとだけ得するみたいな。そして今はスマホでね、ペイペイとかを使ってペイペイバックをもらう時代なのかなと思います。そうやって時代に合わせたお得な方法っていうのを知って使うことによって、私たちは利益を最大限にすることができると思うんですよ。その最たるものがやっぱ YouTube じゃないですかね。だって利用料無料でしょ。無料で動画を作れば作るほど広告収入が入ってくるわけですよ。特にクレジットカードのビザみたいな話をすると、じゃあビザからの広告収入が入る、アメックスカードの話をすると、これ報酬ちょっと高いんですけども、アメックスから広告収入入る。で、あと三井住友ですね、今流行りの三井住友のカードのネタで喋ると、三井住友からお金が入ってくると。まさに限度額引き下げの、引き上げの通知が来た、そのハガキを読むことだけでもアクセス取れちゃうんですよね。まあ、それはもうね、誰がどう否定しても証明済みなんで、これやるしかないと思うんですよ。特にチャンネル登録行ってない方は、クレジットカードの話をね、一つの動画で一本するだけで無数にできるじゃないですか。で、セルフバックの話をしたりね、 FX について語るとか、株って難しいから私は絶対やりませんみたいなことを語るとか、それ全部広告は株とか投資系がつくわけですよ。口座開設とか報酬高いんですよ。だから私はだから株をやりませんとか、株はよく分かりませんって話をするだけでも証券口座のね、広告つくわけですから、全然いいわけですよ。だそういうふうに、なんかなんていうんですかね、時給900円とか800円とかあるじゃないですか。いや、もはやね、時給を取りに行くんじゃなくて、もう無限時給っていうかね、動画を作っておけば延々と回るみたいなね。3年前に作った動画、5年前に作った動画、ひょっとしたら10年前に作った動画も再生されて報酬を叩き出してくれるかもしれないですね。というのが、これすごいのがね、アフィリエイトリンクの貼り替えがいらないっていうのが、アフィリエイターの私としてはすごく楽ですよ。ブログアフィリエイトの頃っていうのは、サイトアフィリエイトの頃っていうのは、アフィリエイトリンクを貼り替えないといけなかった。3ヶ月に1回とか、ひどい時には毎月とかね。その手間がかけられないから私は量産したんですけども、今は YouTube で喋ることによって、動画よりも効果が高くって、動画よりも報酬が高くって、違う、ブログよりも効果が高くって、ブログよりもアクセスが高くて、ブログよりも報酬が高い。こんなね、楽な方法があるわけですよ。だから、一生懸命パートに行くのも否定しません。ただ、やっぱり時給とか日当が自分の、希望通りじゃないんだったら、その同じ時間、5時間なら5時間、8時間なら8時間、ずっと YouTube やった方が絶対得ですね。これはもう強く言えるんで、もう本当に YouTube をやったら儲かりますかとかね、そんな質問はこの世から抹殺しないといけない。なぜなら YouTube をやらなければ何が儲かるんですかって私は逆に聞きたいですよ。もうそのぐらい全然違いますよね。時代は変わりました。お金を稼ぐなら YouTube に出勤しましょう。いってらっしゃい。